きチャンネル。こんにちは。さあ、崖っぷち選手中華報告、今日は広島編ということで、はい、ね、広島は大瀬良です。はい、大瀬良投手はゲストでしたっけ？そう。だからまあ近年ね、はい、ちょっとまあ昨年も、うん、6勝11敗、はい、その前も8勝9敗と、うん、ちょっと最近ね、はい、エースらしい感じがなくね、まあ、2桁勝ってないけどね、防御率しかも 3.61、うん、4.72 っていうね。はい、近年ちょっと調子も偉くてね、勝川さんがやっぱ解説者辞めることになったんでね。いや、辞めてないですけどね、プラチニス来てますよ。そうでも15勝せんかったら辞めるっつってね。15って言ってたんでしたっけ？そう、多分そうだと思うんだよ。そっか。でも俺も広島のホームテレビのフロントだって言っちゃったのよ。大瀬良が今年10勝しなかったら解説者辞めますっつって。え、ちょっと今今何勝ですか？防御率 1.37 で4勝3敗。そうなんですね、勝ち星ついてないんですよね、あんまり。めっちゃいいよ、この前まで防御率0点台だったからね、うん、ちょっとこの前ね、ちょっとやらかしちゃって、はい、防御率が一気に上がったけども、うん、ね、まあまあまあ、もうこの勝ち負けはもう打線の絡みもあるからね、ね、今、首位にいて、うん、なんで大瀬良の時だけこんなに打ってくれないんやっていうところはあるけどもね。うん、はい、佐藤さん、どうするんですか、勝利 4勝です、あと6勝できますか？できんな。ちょっと6は難しいですね。わかんない。それはもう終わってからの話だから。まあね。家庭の話できないから。あと先発って何試合ぐらい回ってくんですか？あと40試合。5、6試合じゃん。5、6試合。あ、でも5、6試合いけんのか。あ、じゃあまだわかんないです。そう、そんな家庭の話できないから。俺は信じてるから。でも大瀬良10勝したら広島優勝やな。絶対優勝。まあまあでも今年はいいことね。まあピッチャーの一番の重要なところは防御率だから。勝ち負けはやっぱりそのね、この絡みがあるからね、そういった意味ではもう完璧なね、ピッチングができる。しかも今年はね、やっぱこの右バッターのインコースストレートね、これを結構多投しながらね、相澤と一緒にこのカットボールだけに頼みにならないようにっていうね、成果が出てるよね。で、続いてがね、挙げてたのが、もうほら半年前ぐらいに言ってるからね、忘れてくるよね。開幕前。森。おお、森翔平投手か。今季ね、1試合先発、はい、先発して、で勝ってますもんね。でも1試合だからね、まあ2軍ではね、15試合先発して、クオリティスタート8回、3勝6敗っていうところもあるけどもね、どっちかっていうと、黒原の方がね、これ、同期だからね、森が1位の、あ、黒原1位の森が2位か、そうですね、3年目ですね、今年、同じ左腕でね、ちょっと黒原に。ね、ちょっと水をあけられてる感じするから、はい、ね、あれどこ行ったんだろうね。常廣さんはね、7試合先発の防御率 5.30、1勝5敗、クオリティスタート1回。あ、よかった。いや、よくないやろ。いてよかったです、ちゃんと。ね、新人王候補ヒットがね。いや、それはね、来季期待しましょう。いきなりね。森下とか大瀬良ばりで1年目からこういくかと思いきやね、はい、ちょっと出だしからね、チームにいませんみたいなね、はい、どこ行ったってなってましたからね、あったからね、あれだけどもね、はい、だからまあ、俺もここからこう行きたいね、ちょっとね、で高橋、はい、ちょっと厳しいな、でもまだ8年目だからね、はい、2軍で1勝1敗。22試合登板リリーフだね、はい、でもリリーフはね、その黒原が良くなってね、で森浦もいるやろ、でハーンもいるやん、はい、現役ドラフト1回も分からんな。そうですね、でも去年も一昨年も出てないんですよね、その1軍でね、なかなか苦しいな、ちょっとそうですね、8年目か、まあでもまだ若いからね、現役ドラフトあるかもしれないね、はい、そうですね、ちょっとこれもちょっと。負けていってるね。一時左めっちゃいなかった時あったけど、最近左結構取ってきてるからね、はい、そういった意味ではちょっとなかなかね、厳しいポジションになってきてるね、はい、で去年、現役ドラフト、今年は1軍なし、2軍でも15試合、はい、怪我もあんのか、今年32歳、ちょっともうなかなか厳しいな、もうちょっとこれはまあでもチャンスあったわけだからね、はい、ね、左もいないところでね、広島に来てね、まあその中でちょっとチャンスつかべつっていうね、はい、感じだったんちゃう。最近松本一軍上がってきて投げてんな、この前も投げてたしね、あとよくても怪我したりするからね、であと左だったらあれどこ行ったやろな、長谷部、ああ長谷部銀次、でも2軍で20試合投げて防御率1点台やからな、1いいねこれ。本当だ。でもまあちょっとポジションないな1軍でやっぱ黒原ね森浦、うん、ハーンいるからいいけど上がれんけどちょっと期待したいね。はい、そうですね。うん、今年1試合投げてますけどね、うん、抑えてるんですけど。でもちょっと空きがないね。うん、長谷部がどうのこうで堀江もいるしな。うん、ちょっと空きがなさすぎるね。枠の問題か。うん、そんだけでも人材としては充実してるってことですね。そう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 。だから左が結構ね熱くなってきたからちょっと高橋と俺がね、はい、ちょっともう脱落傾向あるんで、まあ高橋は若いからね。うん、まあ現役ドラフトひょっとしたら乗るかもわかんないよね。うん、であと野手中村翔成。おお、一軍で、はい、しかもね、うん、結構頑張ってるよね。うんうん、まあでも打率がちょっと低いよね。2軍では結構打つんやけどな、1軍の壁やな。うん、ちょっと前ポンポンってすごい打ってたイメージあったんだけどな。ポンポンポンって DeNA 戦良かったのにな。その後ヤクルト巨人とノーヒットでだからもう山ありかなありやな。そうですね。まあでもこう踏ん張りどころやな。まあまあでもね、今年7年目、はい、25歳。まあここからどう伸びていくかだな。ね、真摯に向き合ってね。はい。野球と。ね、いい形でいければね、いいかなっていうね。で、うぐさ。いや、いいホームラン打ったけどな。今年も。ね。腰痛なんだ。いい時に怪我するんだよね。で、外野も、まあ、秋山がね、もう常に出るわけじゃないからね。そういったところで、チャンスもあるんだけどね、まあ、末金ね。野間。ね。で、そこにね、中村翔成とか。ね。あ、中村貴弘ね。まあ、ここら辺勝負だけど。いい感じ打ってんのにな、怪我するから、まあそこら辺はもうね、そうですね、なんとかもう体調維持してやっていこうっていうね、林、出てるけどね、林、田村のね、このニューフェイスたちが、1軍の壁にどっぷり当たってるね、田村も1割7分1厘ね、2軍ではいい感じだけど、まあでもここ、修行だね、まあでもまだ若いからね、中村翔成も含めて。でもそんなになんかこう、崖がこう、崩れてってる人高橋利根やな。ああ、そっかそっか。ちょっと左勝負に負けちゃった感あるよね。はい。だから今後がけの人たち、タカどこ行ったんやろな。1年目ね。期待値高かったけどな。でも5試合しか投げてないから怪我かな。怪我なのかな。常廣隆どこ行ったんやろ。これ結構。評判、俺の中でも広島のドラフトめっちゃ評判良かったのにね。高太一君、私の推しでしたからいいのにね。怪我っていう情報はないですね。今年大道もね、一軍じゃもうほぼ見なくなったしね。高くね、ファームでは10試合投げてるのか。玉村はいい感じだね。崖にノミネートされてたけどね、一時期ね。今いい感じで成長してきてね。遠藤投手はどうなんですか。あんまり聞かんな。ねえ、ですね。今年ケムナもね、あんまり怪我かな。あとシャイナーとね、もう一人はもうやめたんだもんね。はい。シャイナーとレイノレイノ。レイノ。もう名前も忘れてきてる。私選んでないかなゲームに。でもね、外国人いなくてもね、野手10万戦でここまで頑張れてるんだからね。それ良かったかもしれない。良かったよね。あ、いないのがね。いないのが。使わなくていいからね。それが良かったかもわかんない。本当そう思いますよ。まあということでね、はい、まあカープね優勝に向けてどうなるのかね、はい、まあこのカープのステージも含めて継続して見ていきましょう。はい。